リラクヤの花澤です。本日は弱った体がよみがえる人体力学という本を参考に、手や腕の疲れからくる肩こりに対して効果的な椎骨体操をご紹介します。この椎骨体操は背骨の弱った部分に活力を与えて、肩周辺の筋肉を刺激して腎臓系の神経にも働きかけます。肩こりや痛風、糖尿などに効果があります。それでは実際にやっていきますね。まず足を肩幅に開いて、膝は伸ばしたまま、お尻を後ろに突き出しますね。お尻を出して腰にアーチを作ります。膝は曲げないでください。足は肩幅です。次に腕を伸ばしたまま、手のひらを正面に向けます。この時手のひらだけではなくて、肘から正面に、肘から回して手のひらを正面に向けます。これによって肩甲骨が少し寄ります。では次に小指側を先行させる形で、肩の高さまで手を上げていきますね。少し上がりにくいです。これ簡単にスッと上がるようでしたら腰のロックができてないですね。お尻を突き出してここに力を集めるような感じでこうロックをしてから、肩甲骨を寄せて小指側を肩が先行するように肩の高さに上げたら、この状態で姿勢をキープしたまま、指先を左右交互にこのように前に突き出すようにします。この時にこういうふうに体をねじってはいけません。体の形はキープしてねじらないようにして、まっすぐで腕だけを、手先だけを伸ばした状態でまっすぐに前後させてください。これで1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 秒刺激して下ろして大きく呼吸をします。これでおしまいですね。もう一度少し向きを変えて、今度は正面からで行いますね。足を肩幅に開きます。そしてお尻を突き出して膝は曲げません。膝は伸ばしたままでお尻を後ろに引き引いて腰にアーチを作ってください。で、腰のこのアーチの部分に力が集まるようにします。これで腰をロックした状態になります。そして背中に力が集まってきますので、次にこの腕をですね、肘から海外ですね、外に開くようにして手のひらを正面に向けます。そしてこれで肩甲骨が寄りますので、それをちょっと意識するようにして、肘から前に正面に、そして小指側を先に上げるような感じで、少しこういう形ですね。これで肩の高さまでゆっくりと上げていきます。で、肩の高さに上がったらこうですね、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 秒刺激して下ろして呼吸ですね。大きく呼吸を
して以上になります。これを続けることで腕の疲れからくる肩こり、また先ほど申し上げましたように糖尿や痛風にも効果が期待できます。以上です。ありがとうございました。